ライフル式に聞こえない。日本ハム栗山英樹監督57がドラフト1位吉田明星投手18金足能を開幕投手に抜擢する可能性を匂わせた。19日千葉市内で行われたグループの商品展示会に参加。今季の開幕投手についてまだ言い渡していないと白紙であることを明かし、年齢は関係ないと吉田明も候補の一人であることを強調した。実現すれば2リーグ制後最年少の開幕投手誕生となる。栗山監督からビッグプランが飛び出した。吉田明の開幕ローテ入りについて問われると、ローテ入りどころか開幕投手はまだ誰にも言い渡していないからと飛躍。年齢は関係ないだろう。今年に関しては道がいっぱいある。選択肢が多い。何でもありだと続け、吉田明の開幕投手デビューを否定しなかった。沖縄国頭での2軍キャンプスタートが決まっているが、初実戦となる2月16日紅白戦でアピールに成功すれば決して夢物語ではない。そんなの無理だよと思ってしまうことが一番夢を削いでしまう。進む道を閉ざしてしまうと熱弁する指揮官に応えるように、吉田明も目標はどれだけ高くてもいい。開幕投手ができるかはわからないけど、それくらいの意識でやっていきたい。たくさんいい投手がいるので、負けないくらい頑張っていきたいと発奮した。サッカーの甲子園準備右腕には、これまでも不可能を可能にしてきた自信がある。周りからは無理だとされることも、口に出して目標にしていた。高校入学直後から150キロの球を投げると公言。当時の最速を25キロも上回る目標に、たまに同意してくれる人もいれば、無理でしょという人もいたというが、結果的には実現できた。中学時代はずば抜けた投手ではなかったが、甲子園で準優勝し、さらにプロ入り。次々と目標をクリアしてきた。開幕戦は3月29日オリックス戦札幌ドーム。商品展示会のトークショーで一軍で活躍して日本一と目標をしたためた18歳の登板はあるのか。もしかしたら俺ならやるだろ、やっちゃおうかなと不敵に笑う栗山監督の目がキラリと光った。中島中恵、日本ハムの先発投手事情。開幕投手候補筆頭はチーム最多11勝を挙げた上沢だ。11月の日米野球でも侍ジャパンの先発として活躍。今季はエースとして地位固めのシーズンとなる。昨季10勝で来日2年目のマルティネス、17年開幕投手の有原は先発、ローテ入りが有力。村田や左の加藤もいる。オリックスから移籍した14年沢村賞右腕、金子はリリーフ転向を希望しており、起用法に注目だ。新人の開幕投手、2リーグ制後は13人いる。出身の内訳は、社会人7人、大学3人、高校3人で、ドラフト制後、66年以降は、84年高野ヤクルトと13年則本楽天しかやっていない。高卒新人の開幕投手は、52年大田垣広島、54年梶本隆阪急、56年牧野東映の3人で、大田垣は1失点の完投勝利を挙げた。1リーグ時代には17歳で開幕を務めた投手がいるが、2リーグ制後は52年大田垣の18歳5ヶ月が最年少。
今季開幕時に18歳2ヶ月の吉田が開幕投手を務めれば、大田垣を抜いて2リーグ生後最年少となる。主な高卒投手のデビュー戦、松坂大輔、西武。99年4月7日の日本ハム戦東京ドームで先発。1回に片岡から体勢を崩す空振り三振を奪った。6回石まで無安打無得点。8回2失点でプロ初勝利を挙げた。ダルビッシュ有、日本ハム。5年6月15日、広島戦札幌ドームに先発し、9回途中に連続被弾で降板も9安打2失点で勝利。高卒ルーキーの初登板、初勝利は松坂以来だった。田中将大楽天。7年3月29日のソフトバンク戦福岡ヤフードームでプロ初先発し、1回23を6安打6失点 KO。だが4回に味方打線が一時同点に追いつき、敗戦投手は免れた。大谷翔平、日本ハム。13年5月23日、ヤクルト戦札幌ドームに先発。5回6安打2失点で勝ち負けはつかずも、バレンティンに最速157キロをマークした。